ードのある吉岡、中に入れた、セカンドボール狙った、強烈、田中渡る、なんと強烈なミドルシュート、山口先生1対0。まあ、なかなか余裕を持ってクリアできなかったので中央にクリアになりましたけど、はい、まあ、ここをダイレクトであのコースにミートして、しかもね、そうですね、強いボール入りましたので、もう完璧なフィニッシュでしたね、これは。ちょっとドライブかかってますからね。グラジャー通して田中渡る、切り返しをかける、左足、ね、まあ、こう受けた場所もすごく良かったですし、まあ、こう落ち着いて一人かわしながらパスコースを、あ、シュートコース、しっかりと狙い通りね、練習してきた形が出たんだっていうようなね、ゴールだと思いますけどもね、少し相手を目先を変えて、はい、山口、ここは取り返して遠目から狙っていった、ゴール、隙を逃しませんでした。田中の左足、超ロングシュートが吸い込まれました。山口先生、ね、見てたんですけれども、チャンスがないなということで、山口選手の位置も見て、まあ、距離もありましたけれども、まあ、比較的フリーだったので、しっかり狙うこともできましたし、左足のコーナーキック、橋本のキックです。ヘディングは足合わせた、決まった、山口先生よく合わせましたね。先制点は田中、風に合わせようとしたのかなという軌道ではあったんですけども、その後ろ拾った山口、橋本健人かわす、近いところでシュートを打った、前半8分この試合でも田中渡る、かわしてグラウンダーのボール、ここの止めるときにもう次のシュートをイメージしてますし、橋本に止めなくちょっと前に出したことでディフェンス寄せる、ね、間を与えずに角度もうまくつけましたし、まあ、本当、いや、これ素晴らしい。